千羽鶴。千羽鶴は、多数の鶴の描かれた模様や絵画、よび折り紙である折り鶴を千羽作り、糸などで閉じて束ねたものを指す。随長である鶴が、千羽、多数いることから、さらなる随長を表す。千羽は、多数の意味で、千羽ちょうど出なくてもよい。かつては謝辞に奉納されていたが、現在は、祝福、幸福祈願、災害などへの慰安、病気平祝祈願、 見舞いなどを目的に作成や贈呈が行われている。広島市への原子爆弾投下で被爆し、原爆症で死亡した佐々木貞子が自らの延命を祈って作ったことから平和のシンボルにもなっている。千羽鶴の作り方に決まりはないが、20羽から100羽の折り鶴を一本の糸に通し、簡単にビーズ、ボタンなどを結ぶことで折り鶴が落ち出しないようにする方法が、 一般的に行われている。日本折り紙協会によれば、首については、折らないとどちらが頭で、どちらが尾かわからなくなるため折って良いとするほか、糸に通すときに、頭を揃えて並べる方法、頭と横交互に並べる方法、頭を作らない方法の3種類を紹介する書籍も、ある。千羽鶴の起源ははっきりとは分かっていない。かつては、1797年。 完成九年の路島案、吉道の、秘伝、千羽鶴織方のように、連鶴を、千羽鶴と呼称していた。秘伝、千羽鶴織方の序文では、鶴と富、折鶴と長寿祈願を結びつけている。戦前には、糸に通した折鶴を、千羽鶴と呼称し、女児の銀芸上達祈願として、淡島、岸も神などの寺社に刺さていた。 折り鶴や千羽鶴が平和の象徴となったのは、原爆のこの像のモデルになった、原爆被爆者の少女、佐々木貞子が千羽鶴を追ったことによる。1955年2月に亜急性リンパ性、白血病と診断され、広島赤十字病院に入院していた、佐々木貞子は、1955年5月に岐阜県、または愛知県の人からもらった疑問の手紙に、 5センチメートルほどのセロハンの折り鶴が挟んであるのを見て、折り鶴を千羽折れば病気が治ると信じて、鶴を折り始めたようである。1995年の中国新聞によれば、愛知宿徳厚生少年赤十字団員が原爆患者に送った4千羽の折り鶴のうち、2千羽が広島赤十字病院に送られている。佐々木貞子は自分で折り鶴を折り上げることにこだわっていたようである。 佐々木貞子のおった折り鶴の数については諸説あるが、実刑の佐々木正宏によれば、最初の千波は自らの病気治癒祈願として、次の千波は父の借金のことを祈っていたという。佐々木貞子は1955年10月に亡くなるが、その思いは同級生や他の被爆者により引き継がれ、原爆の犠牲になったすべての子供たちへの慰霊として1958年5月に、 原爆のこの像が平和記念公園に建てれる。この原爆のこの像の塔の鐘には、湯川秀樹により、千羽鶴と彫られている。この物語は、フィクションも巻き込みながら、海外へと紹介され、千羽鶴は単純な長寿祈願を超えて、生きたいという生存権利の主張という意味合いを持って、世界に広がっていった。1999年と2000年の広島市のアンケートでは、 佐々木貞子と千葉鶴について日本以上に海外で知られているという結果が出ている。長崎市では1995年原爆投下50年に公募した横山かなえ、一般公募作詞大島みちる長崎県出身の作曲家作曲の歌曲千葉鶴を長崎原爆資料館で毎日11時2分。 長崎市の防災無線で毎月9日の11時2分に流している。また、長崎市役所の電話の保留音としても採用されている。長崎原爆犠牲者慰霊平和記念式典では、純真女子高等学校の合唱団によって歌われている大島が同校の卒業生。佐々木貞子と千葉鶴の映画表現として、 木村外治監督、諸井常時脚本の1958年の映画、千羽鶴がある。前日の通り、入院者の回復を祈るために、千羽鶴を送ることがよく見られる。しかしながら、感染やアレルギーの原因となるとして、持ち込みを禁止している病院も存在する。入院者の作業療法として、千羽鶴の制作が行われることがある。には、 長寿祈願として千葉鶴が飾られる。常日のように佐々木貞子が闘病中に多数の折り鶴を折ったことがきっかけとなり、広島平和記念公園内に1958年に設置された原爆のこの像に千葉鶴が捧げられるようになった。原爆のこの像の周辺に千葉鶴を吊り下げるブースが設置されている。郵送で送付することも可能。 世界中から送られてくる千羽鶴は年間約10トンに及び、かつては焼却処分が行われていたが、2001年以降は NPO らにより回収された千羽鶴を再生紙に加工することも行われている。全国高等学校野球選手権大会では、出場校の一部が甲子園出場を祈って千羽鶴を作って試合に臨み、 敗者が勝者に託すという慣習がある。地方大会によっては、試合終了後に千抜鶴を渡すセレモニーが、グラウンド外で行われるが、年々規模が大きくなる傾向にあり、試合の試合の進行に支障をきたしたり、千抜鶴の保管や処分に苦慮するなど問題が生じている。2017年の時点では、福岡県の高野連は、セレモニーの禁止を通知しているほか、 自粛を求める県も増える傾向にある。大規模な災害が発生した際、その被災地に精神的支援として千羽るを送る例がある。高校、大学等では被災地支援や国外の災害を契機とした国際貢献の一環として募金活動、メッセージ集め、現地訪問による交流、支援と並び千羽る作りが取り組まれることもある。 2011年の東日本大震災では、外国の都市からの千罰るの送付も見られた。生活物資でない千罰ルを被災直後の被災地に送る行為は、現地の限られた運搬能力や労働力を無駄に咲かせることになる上、処分にも多額の費用がかかるとして批判がある。東日本大震災や熊本地震以降、たとえ善意であっても処分するしかない千罰ルを、 送られることは避難所での負担になるという指摘が被災経験者から行われるようになった。評論家の小木上智紀は著書災害支援手帳の中で実際にあった困った救援物資の例として寄せ書きや千葉鶴を挙げている。駒沢大学准教授の山口博士は鶴を折ることが問題ではなく被災地に送られることで負担を増してしまうのが問題と評した上で 自分の家に飾っておき、復興後に送る、被災地以外で集めて保管し、復興後に送る、ボランティア時に持参し、持ち帰るといった手段を提案している。熊本市復興創出室長は IT メディア、ネットラボの取材に対し、熊本地震の際に千羽鶴が送付されたのは、災害発生直後ではなく、現場が落ち着いた頃からが中心であり、 千羽鶴の廃棄に困ったという話、報告は聞いたことがないとした上で、現時点、被災直後に千羽鶴や色紙を送るのは迷惑になるので、やめるべきであるほか、そもそも現場のマンパワーが不足している状況であるため、個人からの支援物資を送ること自体をやめた方がいい、としている。2008年に JAXA が行った閉鎖環境施設での試験では、課題として、 千場鶴の制作が行われた。自宅者は契約に際し、業務手数料、保証料などの名目で数万円程度の費用負担を求められる。契約後、千場鶴か単体の折り鶴を作り業者に納品するのだが、納品した折り鶴に業者からあれこれ欠陥を指摘され、契約条件を満たさないと言われて、報酬の支払いを拒否されるのが典型的な被害例である。 もともと業者側は完成した千羽鶴の販売で収益を得るつもりはなく、前期の業務手数料、保証料を収益源としており、それゆえに委託料、保証料を上回る報酬を得られることはないと言って、良い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。